今回のあらすじ。報酬はしょぼい。ゾンビ倒してもらえるのこれですか？あの量ならこんなもんだ。まあ、肉もらいますよ。舌打ちしたな。仕事やらない。おじさま、次はどんな仕事をくれるのかしら？次の仕事は、これだ。あ、あれ？残念だが、この世界はもうダメだ。な、何を突然？バージョンが上がり、このマップそのものが消えてしまった。そんな。短い時間だったが、元気でな。レクトさん。はい、青色天使ちゃんです。テンション低すぎやろ。あかねちゃんやで。てか、何あの茶番。途中まで収録した分をどうしても使いたかった。メタ発言やめえや。なんなら3日まで撮ってたんですよ。さっさと動画にせんのが悪い。正論パンチ。私も僕席にパンチかましていくか。特に見栄えないしカットやな。この姉畜生だ。あれ、マジめっちゃ近いやん。ほんとだ。ラッキー。まあ、わしはその町にはおらんけどな。なんでだよ。ラグできたらこのゲームやないからな。むう。仕方ない。トレーダーはいないと困るし向かいますか。目の前のいいエアサラヘンの。防具ツールの本欲しいし、探索しようかな。チュートリアルでくれるの、レベル1の1シャベルだし。ってことでこんにち青色天使。天使はドアを壊したりせえへん。ここ、ティアなしなのか。あんまりいいものなさそう。探索楽って考えればええんちゃう？まあそうだけど。まさかのナイフ本。私は道具ツールの本が欲しかったの。骨ナイフの品質上がったしええんちゃう？いやでも、動物いないからしばらく作れ。こんにちは。骨ナイフ作る機械来たな。うるせえよ。くそ。動き出す前に頭潰してやる。おっしゃ。柄悪いなこの子。はあ、油断してたからびっくりしたよ。ってことで早速作りました。オレンジ品質ナイフ。この勢いでナイファー目指すか？そういえばお姉ちゃん、昔マチェーテ使ってたね。いやいつの話や、動画ファイル残ってないわ。ニコニコ動画スリープしてるから見れないね。てかこのガンロッカー壊れてるじゃん。ドアの入り方知らんのか？操作ミスです。それ、威張ることちゃうねん。2時間ほど歩き、音町に着きました。暑い。その町名は継続なんや。今回の音町は前より広そうだね。変なワード来たな。ってことで第一村人と戦いましょう。バイカーゾンビか。結構強いけど大丈夫か。走ってきたところをコンボで仕留めれません。やばい、仕留めれないとこっちが死ぬ。なんて思いましたが走るのをやめましたタコメ。くらえ。青ちゃんくるくるナイフ。ガッサ。やめてよ私のセンスがないみたいじゃない。そう言ってんねん。ラウンしたな。ここで倒しきる。できてへんで。あは。スタミナ切れてピンチ。スタミナ管理ができないベテランさん。私の可愛さでごまかせるか。はあ。優しく、して、キャー！アホなん。こいつぶった。私のことぶった。先に手を出したのはあんたや。ああ、うるさい。おしゃ。マイカー一匹に周知をさらしすぎでは、実況者は恥をさらすものだよ。お姉ちゃん、あ、これ石炭じゃなくて鉛だ。恥を増やすな。トレーダーについてね。ここでやることってわかるかな？前回の復習。そうだね。物資の応酬だね。いらん復習すんなし、ここは、ロトミキサーがあるから、ロヤ作業台の本がもらえるチャンスなんだよね。早速会って青ちゃん嬉しい。ミキサーにも入ってた。初日でロが作れるかも。初日で作れたら、水に困らんかもな。ハロー、いいものください。はい、スコップ。それはどっちでもいい。商品見せて。ふむ、お前さん金はあんのか？ないから、いい仕事、ちょうだい。おう、じゃあまずは隠された物資を探してくれ。またこれかよ。そんなわけで拠点作りましょう。また仕事放置してる。今回は、防衛拠点と通常拠点を一緒にしようかな。ええやん。うまく作れたら移動の手間省けるな。やっぱやめました。諦めが早ないか。防衛拠点の大きさ考えると、今日中に作れないし、時間めっちゃ無駄にしてるやん。まあ、襲撃の時楽になるって考えましょう。やりたくないですが、穴掘りミッションやっていきます。今の7デイズの応答しミッションやな。このミッションまでに、道具ツールの本読んでおきたかった。前回は報酬がしょぼかったけど、今回はどうかな。しれっとカットすんな。初回ミッションはあのゴミで確定なんですか。土の掘り方がわかる A ミッションやな。湧いたゴミどももさっさと倒して戻ろうね。こんちは、あの回収品腐ってるけど大丈夫。あれいつ埋めたか知らんし。さっさと報酬よこせ。まあまあ、次の仕事はちゃんとしてるぜ。ゾンビ一掃ね。さっさと終わらせてくるよ。時間的にもう一個くらい受けたいからね。え、
もう6時だぞ。距離的に3時間あれば帰ってこれるでしょ。ほう、なかなか強気だな。金ないのに。うるさいよ、金用意して待っときな。さて、このバージョン初のゾンビ一掃はキャンプ地みたいだね。思ったより狭いな。もしかしてほんまにすぐ終わる？ああ、お姉ちゃん信じてなかったでしょ。青ちゃんの発言は基本たわごとかフラグやし、信頼度低くない？逆に信用してるわ。嬉しくないな。おっと、萌えゾンビさんが歓迎に来たね。そっちの萌えやないねん。てかこの流れ前回もやったからな。鋭い突っ込み。私も練習しよう。なんでやねん、ナイフで突っ込むのやばすぎるやろ。ふっふっふ、うちの突っ込みにゾンビもお手上げやな。喋り方関西弁にしたらええと思てる。やばい、関西弁警察だ。おとなしくします。これ、壊しても全然木材もらえないね。急に実況するやん。加工品やからちゃう。木材足りてないからラッキーと思ったのに。まあいいや。これ壊したら、一層に戻ろうね。言動と行動が一致してないで。だって木材欲しいし。てかめちゃもらえる。木材に夢中で仕事終わらんとかやめてな。大丈夫。こうしたらすぐ終わるから。うわぁ、壊すの早すぎて見えんかったわ。え、カット編集だよ。あんたどついたろか。お願いします。あかん、この子やばい。ここ石炭も手に入るしいい場所だね。実況に戻るタイミングがおかしいねん。マイペースなもので。あら、ゾンビテントの中にいないのか。このゾンビ立ち上がると超グロいです。役に立たない情報をお気に。あとは見張り台だけかな。黄色いマーク出てるっせやろな。あれ、うまく登れない。もう一回チャレンジしてみるか。あ、ここはしごなのか。ここのパイプから。よいしょ。ベテランさん何してるん？いやこれ、はしご乗る前に上に引っかかるって。青ちゃんのプレイスキルがないだけやろ。もう一回タンクから飛んでみるよ。この仕事は欠陥ですね。プレイが欠陥の間違いでは、最初にパルクール取ったから引っかかるのかな。ゲームのせいにすんな。あ、はしごから行ってないから、一方的に戦えるね。これはひどいってことで一掃完了。報酬は何かな？武器用ライトと応急キット。結構ええんちゃう？手間かけさせたから当然だよ。自分で手間をかけたんよ。本は、正直使わないやつだね。できればコンボか採取ツールの本が欲しかった。品質低いと、威力も耐久も低いしな。ってことでレクトおじさん、本ちょうだい。はいよ、動物狩りの本だぜ。その本じゃない。木材いっぱい欲しいからもらうね。本じゃねえのかよ。あと、もう一個仕事くれない？いいけど、店もう少しで閉まるぞ。ローグツールの本買うね。毎度あり。それで、仕事は明日報告してくれるのか？いや、22時までに戻るから待っててね。次の日でよくない？仕事内容は、忘れ物の回収だね。そうだ、ガソスタで忘れたらしい。ゾンビ倒さなくていいなら余裕だ。行ってきます。ってことでガソスタに着いたね。もう8時半やん。このタイプのガソスタは前回探索したからね。マップ把握してるから余裕だよ。トイレにはない。ってことは屋上かな。ガン無視されるゾンビさんかわいそうに。後で報酬回収しに来るから。ってことで屋上に着いたけど。忘れ物、なくない？あ、これ、1階のバックヤードにあるパターンだね。忘れ物にパターンってあるんか。すいません。忘れ物取りに来ました。どいてくれませんか？急いでるんで。急に声変えるな、怖いわ。見つけた見つけた。時間も問題なるわ。なんだお前ら、あれだけ走り回ればゾンビも来るわな。一発もらっちゃったよ。後で覚えとけ。はあ、お腹すいた。食料あんまりないし、早めにお鍋とグリル作りたいな。でも、材料全然拾ってないよ。ちょっとまずいかも。うわ、マジで帰ってきやがった。ねえ、ご飯売ってないの？報酬のトウモロコシパンなら。それは雑誌もらうので。あ、そうだ。さっき作った野菜シチューかステーキいる？え、くれるの？300円な。金取るの？しかも微妙に足りないし。サバイバルは甘く見ちゃダメだぜ。うぬぐ。拠点に売れるものあったか見てくる。それまで店閉めんなよ。え、嫌なんだが。終わり方毎回おかしない。私たちは食事にありつけるのか。ってやつだよ。それやった前回はどうなりましたか？次回、見えないゾンビ、お楽しみようとするな。